どうも、僕です。よろしくお願いします。ちょっとね、今日は最近流行りつつあるこの、フォールガイズでも、チラーってやれたらなーっていうふうに思ってまーす。今日、単発ゲームをやるか、矛の王冠チャレンジするか難しいとこですが、やっていきましょう。スタートー。はーし。バルをやめたの、バルな、思ったより面白かった。やってる方分にはな、結構集中できて面白かったわ。ただ、下手。単純に。一回しかやる気なかったから、どっちにしろ。いや、絶対見てる方おもんねえなってのはわかるわ。まあ、下手やったでかもしんねえけど。まあ、でもよかったんじゃねえか？うんうん。まあ、そんな最初からそうじゃん。俺もだって人のバロラント見てて、率直な感想を言うと、おもんなくないかって。でもな、やってる方は楽しいよ。まあ、それはね。いや、何あの企画、暴言ストラックアウトや。そう、いい人が多かったんよ。企画がゴミすぎだから反省しなきゃって。いい企画だったじゃん。いや、でも、あ、実際そんなことないんだって。みんながだから先入観で物事を言うのは良くないねって話よ。うんうん、もいちゃん落ち着いた。今日はもうずっと落ち着いてるから大丈夫。おい、ほい。え、一応謝っとけ。何に対して？今日はプンのコメ欄も汚れてない？汚れてるで。うんうん。次、やるならランクできるようになってからやな。だからランク20まで俺が裏でできるかどうかが課題や。お前、落ちぶれたなーって冷やかしに行ったのよ。一回しかやるつもりなかったよ。どうする？どっぷりハマったら。よし、また囲いによしよしされてる。最高ー！俺の世界。ハマってもいいよ。で、まあ、ちらーっと人が知ってる人がやってる時に見るぐらいかな。普段から見ようとは、まあ、あんまり思う。まあ、やってないでかな。見たら面白いかな。トゥ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 ン。スイッチ怖かったね。別に普通じゃない？あんなもんでしょ。正直尊敬しました。ありがとうございます。おい。強がらなくてもいいんだよ。どうしてもそういうことにしたいんか。もうツイッチなんてそんなもんで分かってるから。荒れてたやろ。そういう世界観なのよ、あそこはな。さあ、うまいゲームやろ、俺の。はい、シューティングスター、シューティングスター高行きいきます。ほいほい、なんでツイッチでやんの？たまにはそこにいるよっていう存在証明。そういうのも大事だと。はい、いけます。あ、誰が押した？早く来い、早く来い。えい、我先に。うん、たっ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 たんたん。アンゴ。さあ、パチンココース行くぜ。おお、一発。1位は俺だ。いや、でもな、やっぱキーマウのゲームな、左手の筋が、筋肉がマジでさ、キーマウ苦手やわ。左手痛えって途中から感じてた。WASD をな、しかも俺狙ったとこ押してねえよな。そうだよな、ランク20までやるわけねえわ、よく考えりゃ、そんなゲーム。2時間でもう腕パンパンやった。はい。ジジイなのにうまいねえって、ありがとう。やっぱコントローラーのゲームが恋しいね。あ、そういえばさ、どうでもええから拾ってなかったけどさ、村真子がツイッチ A 版されたんで、まあそんなもんでしょ。タタ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 ン。うん、ぽいやん。そんなもんよ。だからツイッチなんかで、あいつらようやってんな、ツイッチなんかで。何でバンされるかわからんのに。何出したの？グーでも出したんやろ。ドアダッシュ。お前なんかバカにしないと気が済まないの？いや、バカなことしないと気が済まない。な、俺人のことバカにしたりしねえよ。24時間コメントでセクハラされててかわいそうだった。あ、あいつも俺みたいな扱い受けてんのか。
女の子なのにね、一応性別上は、性別学上は。いくわよーん。コメントが理由でバンされた。え、そんなことってありえんの？え、どういうこと？コメントが原因でバンされるってどういうこと？おめえらが書き込んでるコメントの内容がふさわしくないツイッチにみたいな感じでバンされるの？棒読みをつけてたから。なるほどな。それもでもひどくね？それ配信者じゃなくてさ、ユーザーをバンしやなあかんくない？そんな棒読みちゃんで。でもそれやるわ、ネタとしては。確かにありえる。そんな前例今までもありそうやけどなかったやな。まあ俺は棒読みちゃんつけないスタイルやけど、コメント欄とんでもなかったら棒読みちゃんつけようかなって思うわ。確かにちょっとかわいそう。どうでもいいけど。はい、待って。はい、棒読みちゃんをつける理由っていうのは、そもそもあのゲーム画面で忙しいやつがあの見れないから音声で認識しようって感覚でつけるわけよ。だから別にかわいそうにね。まあかわいそうかな、どうでもいいや。スイッチは皇族批判とかしてもバンされないけどなーって。え、やめてほしいんだわ。ボイちゃんも視聴者にやめらせてたじゃん。あ、棒読みちゃんな。それでいくか。俺も一人さ、なんかあのお前らっぽい声のやつにさ、スイッチで棒読みちゃんやらせてさ、もう何食わぬ顔で何食わぬ顔で棒読みちゃんやねこれみたいな NG っぽいやつだけ避けさせて。またやるか。バロやめたん？うん、思ったより長くやってた。2000もやっちゃった。あ、でも意外とな、まあ下手やったけど戦えてたよな。ドゥッタンドゥッドゥッドゥッタン。やりすぎ。1時間40分よ。左腕マジでいて、二の腕がピーンって。はあ、そう、キル取れると気持ちいいのな。すぐ解けるから。でもあれこそ若いやつじゃないときついやろな。もうそこでパッてなったときにパッてできるかどうかみてえな。まさかまたやらないだろうね。選択肢狭めんね。やる予定はねえわ。ひどい話やで。俺なんか単発のネタのつもりでやったのに誘われ待ちとか言われて知らねえよ。別にそんな意識してねえのに。あいつら糖質なんやけど、どうしたらいい？精神がおかしい。その誘われ待ちなんて一切が人とやるなんて考えてもなかったのに、あいつら病気やねん。なんとか誘ってあげなきゃ。誘って、あ、違う、救ってあげなきゃ誘われ見た待ちみたいやねえか、今の言い方じゃ。誘ってほしいでしょ。で、いや、バロラント人とやろうって正直思わねえな。ルール理解で、まあ、教えてくれるとかやったら、まあ、それで習ってってできるけど、そういうゲームでもなさそうやしな。難しいよな、本当に。おい、バルやるくらいなら LOL やで。 LOL は俺の中ではもっと優先度低いな。 LOL はな、本当に見ててよくわかんねえからな。画面ちっちゃいし。ほい、昨日バロの大会やった後にあんな企画すんなよって俺知らないもん、見てなかったし。だからか、なんかバロラントの悪口がーってキモいのがいっぱい湧いてた。全然暴言はかれやんだよな。なるほどね。 FPS もやったことある人しか理解できないよ。 Apex は分かりやすいじゃん。バロガキわらわらやった。バク釣りしてたか。いや、でも本当にやっててクソやなーっていう風にそんなに思わんだ。だからやってる分には楽しいね。おい、よかった。クソやったらクソって言ってるとかやったな。でもあれが配信で流行ってるって結構不思議やけどな。いや、やってる分にはおもろいけど、そんだけやってる人が多いってことやろな。昨日大会が荒れてたん？へぇ。昨日の大会？
なんか一時日本人がすごいって言ってたもんな、バルラント。上手い人のプレイ見るのが好きなんだろうって。じゃあ俺のプレイはランクだと自分のポイントかかってるから暴言が来るんだよって。でもそいつのせいで下がってる可能性だってあるじゃん。そのチームが昨日負けたんだ。あ、そうなんだ。日本の星が、まあ、その点俺フォールガイズうまいからね。ほい、フルーツを数えろ。お前らが数えてくれ、俺は見てる。あやあや、じゃしゃー。さあスライムが押し寄せてくる。へいへい、バナナとニコはバナナやったかな。よかったー、ほい、うまいね。マネ、マンゴー2つにバナナが4つに、そんだけ覚えとけやな。マンゴー2つ、バナナが4つ。下手だっていいじゃない、下手くそだってゲームがしたい。ほい、じゃん、ほいほい、4つ、バナナや、バナナ。むしろや、カットもやんねえよ。一人でゲームすんのがいいわけよ、やっぱり。お、星があるぞ、なんだこれ。ワープスターみてえな。おいちゃんがゲームうまかったら見てないよ、俺もそう思う。まあ、もともとゲームうまい人やけど。昭和の中ではな。パル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 。え、やべ、数えてね。どここれ？わかんないからこれ。よかったー、よーし。もともとポケモン上手い人だったんでしょ。ぶっちゃけ今でも上手いと思うよ。ティントントントンティントンティンティン。ゲームの下手ぶりっ子と上手いぶりっ子ってどっちが好き？って、上手いやつでぶりっ子やったらなんかイメージ悪いな。なんで子さんぶってやらないんですかって。ポケモンってコンテンツ、まあ楽しいとは思うけど、やっぱりねえちょ、他にもいろいろやってると難しいっていうかね。うん、うわー、消される。みんな気をつけろー。え、何の話、なんかコメ欄消えてる。モデレーターが機能してるんや今日は、珍しい。ポケモンやってるときは本当にポケモンのことしか考えてなかったもん。今いろんなこと考えてるから中途半端に手出せやんっていうか、それはあるわ。えい、うまい、8ポイント。ほい、さあもうちょっとだ。ラスト、あの金色をくぐれば。あーん、惜しい。さあ銀色を狙っていきましょう。クリアよし。ポケモン生配信ではあんま向いてないからな、正直。動画のがいい。さあ、あーっと惜しくも敗れました。うんうん、バルの視聴者の民度は本当に低いぞ。で、いや、それは分かってるけど、え、どうだ？特にツイッチで俺の配信ってみんな低い？いや、今日はそんなに気にならんだけど、個人的には。まあ、モデレーターが消してたんかもしれんけど。あ、そうなんだ。なんか性の吐き口みたいにされてんのか。今日は良かった？ FPS はね。あ、それは大変やな。お子さんが一番ひどいと思う。じゃ、うん、優しい人間ほどつけ込まれやすいから気をつけなあかんな。
プンのやつらが敏感なだけだろって。でもまあ言うけどお前ら、コメ欄で言うたら、まあ、あのなんか言い方悪いけど、うん、プンレクのコメ欄の方が面白いって思っちゃうな。見てる人間が面白いっていうかな。さあプン上げきた。あいつ危なくねえか、あれ。撃ってる人は同じだろう。連投ばっかやでよ。スイッチは愛がない。あー愛ね。ほほい。コメント数は多いけどな、必然と。トトトトン。スイッチってねえね。あ、それけ。あのプ、あー、うわうー。今日はあのツイッチで配信してた時に気になったコメントが、あのお前ら年齢層低いらしい。プンはガキしかいないってレッテル貼られてたぞ。お前らガキやったんか。そこだけ拾って突っ込もうかなと思ったけど、お前ら子供らしいから気をつけろ。若く見られて嬉しいよで、おっさんになるとな。うんうん、スイッチ分かんねえ。俺もイメージで言っちゃったからな。俺ぶっちゃけスイッチの年齢は相当若いと思ってるからな。うんうん、最近30になったよ。うちの枠おっさん多いから、30代も多いからな。でもおめえらガキやから。フォールガイズでよかった。でもさ、なんかやるんやったらちょっとな、どうせあの人に見られに行ってるとこあるから、まあフォールガイズゆっくりこっちでやるかって。うん、キーマウ難しい。左手が追いつかねえ。両方右手で操作してえな。ノベルゲーいいのあったよ。あ、これやりてえなーみたいな。いや、でそれをどのタイミングでしよっかな。7月になってからにする、それとも、てか7月って言えばよ、お前また案件来たんやって。そう、それを出るかどうか悩んでんねん。すごくない？俺案件祭りじゃねえ。個人配信に差し支えてるの嫌やでさ、悩んでる。なんで案件来るんだって。人気なんですね、意外と。うんうん、そう、配信を盛り上げるために企画を立てたけど、なかなか難しいね。結局注目されるもんじゃないと難しいからな、企画やろうと思ったら。だからバロラントで企画やるとかはいいわけよ。人気ゲームやでな。最近同じゲームか、振りゲばっかだねで好きやもん。ほい、企画だ俺してるね。しばらく案件休止しない。うん、そうしようかな。まあでも最近あんますることもねえしな。シュイーン。あ、あ、危ない。見えない壁に助けられたぜ。鏡の大迷宮やろうよで、あ、カービィね。ティトティトティトトンティントトンティントトンティントトン、トゥトゥルルトゥ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 ン。さあ41名しかクリアすることができない。ドラクエは予定ねえ。なんだこりゃ。さあ続々とクリア者が出てるぞ。ふう、おえちゃんに回ってくる案件なんて他に断られ続けた案件ばっかだよ。ハズレくじだよ。お前がもし今後彼女ができることがあっても、その彼女が好きな男の人とかそれを付き合いやんし、こいつでいいかって感じで選ぶみたいなもんやろな。まあそれで最悪選ばれればいいけど、そうやって選ばれずに孤独に死んでいく独身男性が急増中です。急増中です。聞いてる。まあでもそれで回ってくるってすごいことなんやけどな。言い過ぎだよーで、おめんおめん。そんなもんやぜ世の中。ふう。
急上昇中ね。盛り上がってんね。ろれつ回ってね。今日でも本当にぐっすり寝たイメージあった。言い訳よ、この昔のシャドバの配信をつけながらさ、あの寝ると一発で寝てる。一銭も見ずに寝たわ。匿名の相手への罵倒は自分が言われて嫌なことらしい。そうなんか、お前ら。そんな感じで俺のこと罵倒してんのか。自分が傷つく言葉を人に与えることにあり。ほい。よし。そろそろ上がる。ほい、70-80%、握力が。うまひうん、俺ホイーってホールガイズの時からずっと言ってんな。さあ優勝すんぜ。何連続優勝取ろっかな。愉快なゲームやろホールガイズ。なんかでもな、シャドバの時からこうやってシャってずっと言ってるって言われてたわ。確かにその癖は。よし、マリメやんないので、マリメのレート強すぎてダメ。あー、しかしやっぱ体が痛えな。マッサージ行きてえな。行きたいな。お風呂とか、お風呂入ったわ。そういえば大阪でお風呂入ってた。昨日言ってなかったけど気持ちよかったです。ソープ？いや、それは言えやんけど。大阪風呂ね。なんで内緒にしてたの？普通に忘れてた。うんうん、はい。タントン。スーパー銭湯っていうのはあんまりお風呂のジャンルわかんねえけど、いや、いいお風呂やったよ。大阪で風呂なんてもうそれしかないやん。飽きまへん、飽きまへん。混浴、うん、おっ、危ない危ない。入浴料。配信で名古屋行くって言ってたのに、ってあんまり大阪って言うと良くないかなと思って。いや、個人じゃなかったからよ、人と行くのに。名古屋とは言ってなくね、俺。どこ行くとは言わんと言ったと思う。最初から大阪って分かってないけど。そしたらよ、なんか大阪でよ、外配信しとるからよ、あ、大阪って言ってええんやみたいな。さこっちは考えてさ、あれやったんやけど、普通に公表してた。タタタタタン。おいー、トツ来なかったの。うん、めちゃめちゃ来たな。タタタン、また V がやらかしたよ。何やらかしたん。とある V が V スポに転生したよって。へえ、 V スポ今まあまあ勢いあるもんな。あそこもまあ配信で言うたらオープンレックみたいな感じやから。2時3時から V スポに寝返ったん。そういうのやばそうじゃね。 V スポってのはホロライブ、2時3時がメジャーやろ。で V スポっていう新しいところが割と勢いがあんねん。まあだから事務所や。なんかそのさ、もともと2時3時のライバーから V スポに移動ってさ、なんかそれまずくね。普通は V スポ知らない。言うて V スポも人気やぞ。7000人とか集めるやろ。コラボ相手からしたらすごい迷惑だろ。確かに。はじめましてみたいな、おめえ会ったことあるやろっていう。なあ、それであかんねや。でもやめとけよな。
あ、学業が忙しいから受験する勉強するって言って引退したやつが別の事務所で復帰したんか。まあそりゃお前 V スポ側からは取るけど。へえ、皮変えて転生って楽そうだな。自分がね、女やな。うんうん、裏切り者やな。おーし、オッケー。さあ、このリングくぐるやつ難しいんよな。配信の方が稼げるって気づいちゃったねって。うん、俺でも前年度5000万ぐらい年収あったからな。オレンジの方が得点高いんやっけ。おい、2ポイント3ポイント。あ、そう、おい、うまひー。6ポイントはどうない。2つくぐった。1個しかくぐれてねえ。やべ、まだクリア者はいない。はい、安定して得点を取っていく。うまくね。あと3ポイント2ポイントゴーク。ほい、これが成長よ。このステージ確かに初めて買ったかも。ほい、おえちゃんのお母さんがお金取らないのは、おえちゃんの将来のために貯金してほしいんじゃないかなーって。いや、俺が断ってるだけ。俺がそうやって言うてる。はあ、え、うん、なんで無駄遣いするとあかんしな。家に3万入れてるよ。それ以上望む。ディングの呪い、これ決勝戦や。これまだ勝ったことないもんな。ダンダンティントンティントンティントンティンティン。だってプンレクなんで普通に配信してるだけなのに、よしよしとか言われるのってすげえ悪意あるわ。嫌いやわ、ツイッチ。なんでそんな残酷なこと言うんやろ。よしよしっていうか普通に配信してるだけなのに、いつも通りなのに、ひどいよな、よく考えたら。なんでそんなこと言われてんねや。俺は実際よしよしだぞ。でも俺がよしよしやったら VTuber とかどうなんねん。ほいほい、よしよしやったー。でもよしよしされるのって気分いいもんな。わかる。ほいほいほい、さあコーンをきれいに食べるかのように。ここで分断したろ。これ俺前行きすぎじゃない。俺前行きすぎ。この紫落ちた、死ぬぞ。残り4名、ここに2人。ここ分断したればあいつら絶対辛いから。なんか俺後ろすぎない？
と右におりゃよかった。だからこれ右のが有利やでさ、分断したろうと思って、あそこくそー忍者きつい。あー惜しかったね。ワン、言い訳ビンゴでもするか。惜しい。でもいい決勝戦だった。はあ、さっきのステージちょっと見にくいね。でも次やればもう勝てる気がする。はあ、いやバロはいかね。あれそんな長いことやるゲームじゃない。いや別にこれ悪口じゃないけど、俺個人的に楽しかったけど、もうあれ以上やってたらなんか飽きてそう。疲れるよ。集中すごいからな。よし、ちゃんとやれば面白いよあのゲーム。暴言全然吐かれやんだ。めっちゃ優しく殺された。で俺大沼かましてたっぽいからすごい気まずかった。疲れるようなゲームしたの。でもキーマウでやる時点で疲れんだよ俺は。ごめんな、そんな荒れてなかったでしょ。アークとかバルだって単発でいいよ。そんな長いことずっとやる必要ないって。いろいろやろうぜ。ほい、知識ゼロでやるもんじゃないよ。だって1回しかやらんと思ったから。ほい、いけるぞ。荒れてたってことに従ってんやな。タンティンタン、タンティンタン。大事に頭下げて教えてもらえて。なんで俺が頭下げてまでって。そういうのはよくないんやろな。上手くなろうとしてれば教えてもらおうって何やろ。でも体重はちょっとなんか悪いわ。負けた。だって俺成長性薄いもん。教えてくれるやろうけど頭下げたら。頭下げたくないっていうか、体重絶対イライラするもん。イライラするのを楽しんでくれればいいけど、見てるやつらがイライラするのが目に見える。そこが一番ね。うんうん。リンゴのおっさんは、でリンゴのおっさんは成長しない人見てるとイライラするから、普通に俺にイライラするからやだ。リンゴのおっさん好きだけど、あのゲーム下手な結構あの嫌いやから難しいな、バランスが。うん、できれば嫌われたくない俺は。おい、まあ言うてよ、優しく教えてくれるかみんな。厳しいぐらいがいいかも。スモモンはあれ、スモモンバロなんとできんのかよ。絶対うまいわ。うん、今日さ、あとさ、ホコがさ21時からなんやけど、どう思う？いやでも本当に上手い人とに入れてもらって、ちょっと空気感を学んでいくみたいな、教えてもらってみの方がいいやろな、やるなら。うんうん、ふう、下手な人に教えてもらえばある程度俺ができやんとダメだ。その場合は腹減ってきたなって。今日おにぎり食べた。昨日もおにぎりやった。うん、ゲーム枠単発やるかどうかで悩んでる。まあ言うて6月末だからな、もう。うんうん、同じくらいの下手さの配信者って誰がいるよって。ゲームの実力が一番近い配信者、新しい人はまず俺より絶対ゲーム上手いからな。まあぶっちゃけやっぱそうやろな。
30代で別にそんなにゲームが得意ではないみたいな。あ、俺と誰かで一緒に人にやってほしいんか、お前ら。やだ。ほいほい。最近そういう箱押しが流行ってんだね。人とやってるところが見たいみたいな。なれ合いだねでな。面白いかな、恋愛。そのうちするわ。できるかな、ちゃんと。ちょ、待ってや、これ。まずい。まずい。27名しか勝ち上がれやんのに、こりゃまずい。人とやると出現したとき大変だよって。出現って何やろ、そもそも。よし、追いついた。邪魔だよこれ。おいおい、やべえ、負けるかも。ここ下手俺。たた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 。うまいぞ高行き。いっけー、もうゴール下が出ている。あ、間に合う。よし。慣れ合いとは、利害を共にする同士が結託して通常取るべきとされる 手続きを踏まず、暗黙の合意のもとに意思決定を行うことを指す。へえ、それが慣れ合いなんや。うんうん。暗黙の了解なんてよ。おえちゃん、尖ってるのに一人にされると寂しがるよね。当たり前やん、人間なんやで。なんか一人がいいとは言いつつ、たまには人と話さないとやっぱり心がくじけそうになることもあるよ。うん、当たり前じゃん、どんだけツンケンしてても。それが人間だよ。うん、そう、俺だって人間やったんや。人と話さないから滑舌が悪くなってきてる。ダンディンドンデン。そのためにもくっさい馴れ合いをちゃんと慣れていかないとね。あん、3つ取ってる。4つ目。さあ、そろそろ潮時だ。別の場所に移ろう。あん、そう、俺の。6個しか取れてねえ。あれ、俺取れてない。あそこは難しいんよな。ここや。あわっ、あー、10個、11個、12個、13、13個取れねえ。あー、12個から増えねえ。ちょ、取るな。14個、あと1個、1個ぐらいねえか、この辺に。この辺に分けば勝ち。あと1個。よし。ふぅ。プンレクって慣れ合い少ないよね。もともとはプンレクなんで慣れ合いやと思われてたやろうけどな。てか最近流行ってんねん、個人の配信者たちが集まってっていう。流行ってるよな。うんうん。プンレクの慣れ合い感、プンレクのあれやってるかな。数字も稼げるしなって、まあそういうことよ。これでも VTuber から来たブームやんな、正直。
当人たちが面白くないから個人の力じゃ伸びない。いやそれは違うと思うよ。ぶっちゃけ人とやる配信より個人配信の方が基本的に面白いもん。だよな。グループ実況って前からあったじゃん。流行ってたん、キオレトとかその辺だけやろ。みんな V に影響されてる。俺が救わな。トゥ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 フォワッ。みんなハンマーで飛ばされていく。やべ、目つけられた。コラボなんてもうたまにつらいのよ。コラボって言い方がキモいし、一緒にやるな配信を。やべ、あいつ尻尾持ってね。おーっと、あと48秒。サイオレは最近慣れ合いしてない。個人で頑張ってる期間か。あもうあと26秒。スイッチ版新規が多いから勝ちやすいは正直ある。うん、じゃーん。よすよす。うん、連続コラボ配信ギネス更新をし続けてる。どういうこと？何回人とやったかみたいな。子供の学習能力は舐められないよ。何このブラストボールって。ブラストボールを取り他のジェリービーンズに投げつけてノックアウトしろ。言うてる意味がわからない。これあ、なるほど、一定期間で爆発するのかこれが。え、何これ面白。これで爆発すんのか。で敵を排除していくと。角っこにいるとやられちまいそうや。しかも足場が崩れる。やばい。これで爆発しない。うわ危ねえ。うまいタイミングでやらんと。それ死ぬー。爆発するタイミングを見極めるのが大事や。足場が崩れるぞ。ヘイホルメア、よっしゃー。決勝戦？まさか。あー危ねえ。よーしまい。危なーい。あーそう。おもれーこれ。この決勝戦おもろいやん、マジで。硬直し合ってる。
フォールガイズまだまだ楽しめんな。あ、俺の配信マジで GG ってコメント見たことないわ。ほぼ見たことない。やっぱそういう視聴者層みたい。お前らってね、普段何してんの？ FPS プレイヤー界隈、まあ FPS ってやっぱ配信見てる人も今多いんやろうけど、お前ら何、お前ら何の人なん？趣味オナニーみたいな人ばっかり。スマブラしてるよ、音ゲー、オナニー、ジジイ、ニート、学生、引きこもり、ジジイ、ニート、クラロワ、ジジイ、学生、おっさん、うん、社会人、ニート、モンハン、転売、ネオニート、オナニー、ニート、ニート、オナニーって何？ニートルズな、お前ら。飯がうまい、ニート、うまい。ニートルズなんか漫画描いてるよ。じゃあそういう人が多いんや。お前ら攻撃性ないもんな。うんうんうん、なるほどね。そんな元気もないよで V のモデル作ってたりすんにゃ。はい。僕の発言で傷ついたりしちゃんといて、一応言うけど、そういう人もいっぱいいると思う。ナロー系がさーとかさ、VTuber がさーとか言ってるけど、傷つかんといて、そういう意見もあるっていう、まあそういう見方もあるよなって。そういう風に捉えてほしいのに、最近すぐさ、お前、顔真っ赤にして反撃してくるやつおるやん。ビビるわ。真っ赤っかっかっかなよ。ヒオルのダサいよーで。そう、面白く僕はそういう意見言いたいんやけどね。それがキッズだよ。なるほどな。うんうん、アクアの絵が好きって言ってたくせにいて出勤。アクターと付き合おうかな。ほいーしょ。お似合いだよ。でやっぱりそう思う。ほいほい。あん、あ、どこや。ここが下に見えた。こっちね。オッケー。探求中らしい要素だよ。急いで登りんや。ほい。カナンちゃんが泣いちゃうよって。なんで俺に愛されやんとすぐ泣いちゃうからな。危ない危ない。こっちじゃない、登れや。萌ちゃんパパになんの？うん、そして父になる。ウィーガオー。ふう、中身可愛い人多いよねって。まあ、そこも選んでるからな。ホロライブみんな休んでるよ。なんでやろな。なんか忙しいんかな。学校終わったよ。みんなリアルのこととかいろいろ考えてんのかもしれない、ひょっとしたら。そ、うん。豚の相手きつくなったんだよ。で、豚なんて従順で扱いやすいのに。一日中引きこもってゲームしてたら精神やむよね。え、俺もやんでんのじゃ。俺も髪切りに来て、な、俺どうなんのじゃ。バブルトラブル、最近ヤンデラアピしてるじゃんって。うん、それはやむこともあるよ。ああ、最近してるか。してるな。最近写真ブスじゃない、やむわ。年やから近いところから行きますか。まず一つ、二つ、何下手やねん俺ここ。
つ。マジか。わあ。4つ。4つでいいや。こういうところが簡単、行くのが。むず。あ、もう終わっていっぽい、ここ。やばい、負けるぞ。あ、待て。4つから増えまへん。ハイエナどもが。こっちに枠読みしよう。わ、いった。6、7、8、9、10、11、12、13、14。あれ、13や。フィニッシュ。ほらね、あと追いちゃう方が賢いのよな。置いとくわけよ、そこに来るって。これが山を張るってことや。うんうん。あと追いラストしなかっただけあるね。あ、そや、ラストサーバーの申請しやな。忘れとった。どこに言えばいいんやけ、あれ。やるのーって、いや、そう、企画やろうかと思っててさ。いろんな方が参加してるやん。あれで、あの、VTuber の村滅ぼすみたいなラスト企画やろうかなって。え？うん。なんか好きかって言われとるし、実が与えればわかるかなって。実況者みんなこうやって誘ってさ、こうやって。で、お前ら、あの、俺のチームの奴らは、ボイスしたらあかんねんけど、俺が VTuber の村滅ぼしに行くのを教えてもらうの。100% 荒れるよって、別にツイッチで荒れてもどうでもよくね？いや、うまいやついっぱい周り固めよう。知識を集めやなあかん。招待制になったら招待してもらえばいいじゃん。すまもーん。なんて厄介なやつなんや。もーし。なんだ、その招待するあれ人は決まってんの？一回招待されたら俺も招待できるとかないの？チッポーとかめ。えい。おいおい。結局ここにいるのが強いんですよね。周りをよく見ろ。来てるぞ。取られちゃった。おえちゃん誘っていいんすかって。いいよ。へいへい。まずい。バレるとこだった。あっ、あっぶね。ほい。あっ、なぜ俺に気づかない。みんな、おいちゃんおすすめの芋女は。芋女はそうして可愛いからな。さあ残り10秒。下手なことできまへん。まあしょうがねえ。当たってなかったっぽいよな。ラグじゃねえ。人選ぶなんて差別だねって。そうだよ、差別の塊よ地球は。ふう。ラストにポーカーがあんの。え、それいいじゃん。ポーカーしに行こうよ。
ポーカーなんか負けるわけねえし。リアルマネートレードとか略奪繰り返してたやつが原因だよ。でもそういうもんなんじゃねえの、みんなでやりますって配信者集めます何でもありですってなったら、それを略奪したやつがーみたいな、そういうもんやんな。お祭りなんてのは渋谷のハロウィン見ろよ、とんでもねえやろな。戦争のゲームで慣れ合ってんじゃねえよ、殺し合えよ意味わからんよな、規律もなんもないって。カリブだよ俺たちは、カリビアン .com。 そうするべきやんな、略奪はいいよな。そういうのがおもろいんじゃねえの、ヒール役じゃねえけど。なんかゆるゆりとかさ、そういう漫画読んどるよな。そんな平和しそうなやつは、そう、ルールのないゲームなのにルールを守って楽しく戦争って。おい、欲しけりゃ奪う、それが流儀だ。おかしいな。しかも銃あるゲームやん。だから京ちゃんがそういうので荒れてんのか、それでいいじゃん。なんで京ちゃんが叩かれてんの、それで。ほい、ナイス。うんうん、デブだから嫌われてんのか、じゃあしょうがないな。ダンダン、配信の態度が悪いんだよって。そうなんか、うん、A 抜いたらみんなデブのくせになってせやぞお前ら、見た目わからん配信者って 100% デブやからな、油ベトベトやし、外見分かってない実況者全部そうです。目覚ますよな。うんうん、まともな見た目なら皮かぶんなよ、それは人によるんじゃない、思想の問題もあるし、ネットに顔出してるやつって基本的にバカしかおらんやんっていう、昔はそういう考えやったけども、最近は出すのがあれでって、私出せないみたいになってんやろな。俺の時代は出すのが不自然やと思っちゃうわ。それでどっかで考え方変わったんやろな。まともな人間はネットに顔出さないよ、うん、そう思う。ほい、今やワイプだらけだよ。ダン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 、ほいほい、本名もありえなかったねって、ありえないね、時代は変わるってことか。それがいいのか悪いのかは分からないが、ユーチューバーが世間に認められたってことか。若いやつとおっさんは割と平気で顔を出してるだから人生が左右される分岐点のやつとか、就活中のやつとか絶対顔出さんのじゃねでも全然就活とか遠いし分かんないやって思ってるあのキッズは普通に顔出すし、おっさんでもう俺の人生固まったから別に出してもええわみたいなそういう感じやろな。中間層の20前半から中盤ぐらいが一番出さないっていう、そうかもな。むしろ大学生で出してるやつが多い。バカだねー。ユキオはって、ユキオはもう人気があれば出せるみたいになってるんじゃね、分からんけど。でも人気になるためには出した方がいいみたいなジレンマもあるやろな。抵抗あるかないかだけなの。プロゲーマーだから。
いへいへい、土星が俺の肩をかすめ取りやがった。シュパじゃん、ドラムを叩くぜ。どこ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 、二人すでに脱落しているらしいな。おお、なあこのやる気のない拍車、こっちのがよ。変なおじさん。おおおお、これ好き。あおー危ないぞ、すでに6名脱落している。ワープさえさらわれる。ドルルルル、あと3名脱落すれば勝てる。よいしょ、身代わりを用意した。危ね、なかなか落ちませんね。おい、ふう、どうやって落ちんの。ちょっと当たりどころが悪いとやばい。全員落ちない場合は時間制限でクリア。あのゲームやりたいよ、爆弾投げるやつ。お前顔出してなきゃ女人気もっとなかったよなって。普通さ、大阪行ってますとか言うたら大阪の女とかから連絡来るもんやんか。俺今回一切こやんだよ、写真の写りが悪すぎて。そうそう、あの髪の毛とかやばかったし、一切こやんだよ。そんなもんよ、写真の問題じゃない。え、嘘、消滅した、女は消えた。キンタンテン、ほい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 、似てんだ。はい、そして1点、さらに1点、2点、うますぎ高い雪。はい、くぐったな。あの2点ももらっていく。真ん中どこや、ここか。あと5点、あと3点、あー、まあ邪魔された。あと2点、リーサルやぞー。よーし、チャンピオン1回取ってから考えよう、今後の人生は。お前妹に恋したことあるねえわ。何やそれ、俺そういうの反対派やねん。妹もええとかお兄ちゃんもええみたいな気持ち悪いなお前ら。ほーい、そういうシチュエーションが好きなんか。最近でもそういうやつ減ったことない？なんか昔そういうの流行ってた時、俺ヘドが出てたけどさ。あ、一人っ子の妄想やんな。俺は大好きだよって。そういうのがええんか？まあでも今後どんどん一人っ子なんて増えてくやろうしな。そういうのがええみたいなやつ出てくんのかな？ロストテンプルかよ。いや、いとこでも俺はダメやと思っちゃうわ。
難しいね。きついねって、今日夜配信わかんない。ほい。いや義理の妹でもそれはもう妹でしょ。それが OK って見とる時点ではなんか人間として大事な何かを見失ってる。まずい。クソほど出遅れた。マジか、こっちない。頼む、間に合ってくれ。左じゃねえの。まずい、そろそろゴールが近い。左しかない。惜しかった。くそ、ま、俺一回まで1位取ってねえぞ。いつ取れんだよ。今日の夕飯何がいい？って今日？唐揚げ。なんかいっぱいもらえる。はこれでいいでしょ。おえちゃんらしくて、唐揚げは唐揚げでもちょっとニンニク臭いやつな。柔らかくて唐揚げくんでもか。俺しっとり唐揚げのが多分好き。そう、カリカリしてる唐揚げとしっとり唐揚げってあるよな。俺しっとりのが多分好きやね。カリカリばっかやけど食べんの。ちょっとべちょっとしてる感じの唐揚げな、いいよね。よだれ出てきた。こんにゃく畑でも食べて落ち着こ。唐揚げくんもからあのカリカリじゃないタイプや。ポテトも柔らかいの嫌いじゃない。あーし、な、大阪とか行ったらもっとうまいもんあったんやろな。確かにお好み焼きうまかったけど、もっと食べてもよかったかも。最近食欲あるからな。あ、なんか焼肉でも食いに行こうかな今から。フォールガイズやめて。天下の台所な。焼肉うまいもん。毎日でも焼肉でええわ。ティンタンティンティン。でも最近そういうので行動しようって思えてるからすごいわ。めんどくさいからええやみたいなよく思ってたけど、最近ちょっと行動しようやみたいな。体動くうちに。そうだね。あと何年持つだろう。そんな長いことは持たねえだろうな。一時の気の迷い。あひ。リスナーのためには動かないじゃん。そんなことないよ。ついてば何のために動かなあかんのって思ってるぐらいで。すい。大江の動きます。さあ行くぜこのハンマー。ういー、最強だ。にーおい、うまいもん。オールフォールガイズがこのゲーム真剣にやろうって人が少なすぎなんやろな。おいちゃん何歳まで生きたいの ?285。ダン。ふぅ。ちょ、エルズワリやめよ。これ体に悪いって言われてるし。
プンレクの将来心配、めっちゃ心配。でも心配けどどうしようもないからしゃあないね。雨がすごい。消えたらやめるだけだよ。でも今までここのサイトで6年も頑張ってたのに、なくなったら寂しいな。どうもー、パンポンピンポン。焼肉好きな女子って多いよね。焼肉好きな女は男が焼肉食いに行こうって連れてって、連れてかれて、それで焼肉って美味しいって言うてるから焼肉が好きな。つまりどういうことって、淫乱なんや焼肉好きな女は。清楚な女性はパスタが好きっていうような気がする。どう、俺のこの理論、焼肉理論。まずいぞ。クレープっていう、あっぶね。サイゼで喜ぶ女子ですか。サイゼ喜ぶ女子も男に連れてかれてそう。そうなのか、そうなんや。これがメンタリズムです。1位、連れてかれるって何、犬なの？それ連れてってもらってんの。二郎系が好きな女はセクシー女優だよ。え、そうな、二郎系好きな女はセクシー女優な。へえ。ラーメン食いに行こっかな。それもありやな。なんかバカになる食い物食いて。朝コールも飲んだしな。てかお母さんに会いに行かんと。一回大阪帰ってきてから会ったっけ。あ、あったっけ。まあまあ行きましょう。飯は冷蔵庫から盗み出してチンした。お土産とか大阪行ったけど買ってねえや。ほい。へいへい。へい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 。ビビらしたる。戦闘で掴んでな。一人落ちた。俺の策略にはまったらしい。コントローラーが振動するぜ。ヘイヘイ。振動オンにしてる。あぶね。あいつ急ぎすぎた。これ下がってから。ほいー。なんだこのハンマーの雨あられは。さあ続々とやってきたね。こっからクリアできるのは数名だぜ。やめろ、掴むな。いきまーす。よし。ラウンドオーバー。さあ何名がクリアしたのでしょうか、脱落したのでしょうか。なんと生き残ったのは12名。16名脱落です。ここ結構やられやすいでな。てん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 。バウンスパティ、またこれか。
なんかメダルがもらえるらしい。1位になればゴールドがもらえる。これ楽しいからいいよ。それは新しい決勝戦で1位取りで、そう、爆弾なぶつけるゲームができたんや、フォールガイズで。まず1点。ほい、うますぎ高行き。あっちは無理や、こっちや。さあ6ポイント手に入れて、ここの2点もしっかりと手に入れてきます。あー届きません。もう1人クリアしてるやん。さあ残り5点。これさ、くぐれねえ。しまった、アホやった。やべえ、このロスは痛いよ。3点。やべ、焦るな。あと1点。いけーふう、よしよし、3名脱落です。さあ決勝戦かな。てん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 。リングの呪いの方か。これもリベンジいきますか。どうもこんばんは。これむずい。これ下手。買ったことない、まだ。リングってあのリング。そうだ、ここに罠を散りばめるん。ここにはまったら最後やられることになるぜ。遅れやんように走るんや。遅れてない俺これ。平行感覚が悪いんかな俺。なあ、なんか斜めに動いちゃダメだね。あ、落とすことしか意識いってなかったもん。真ん中より後ろでジャンプしちゃダメ。わかった。そうか、だから間違ってたらしい俺は。俺でも最近さ、なんかゲーム下手やでさ、実は運転も下手なんじゃねえかなって疑ってんのよな。俺別に運転うまいと思ってたけど、意外と下手かも。ゴールド免許やけど、いや返納はしやんけど、うまいわけない。ドリフトできない、下手か。いや道に関してはもうアホなんは分かってるけどさ、別に運転が下手っていうイメージは自分の中でなかったんよ。
あ、トラックシミュレーターとかで運転する？運転でパニックになったらやばいよって、やばい。適性検査は、あの、気分によって感情の起伏が激しいで気をつけましょうって呼び出された。合ってる？でもそれ18の頃やで。ADHD は事故を起こしやすいよって。そうやろな。救急車来るときパニックるわ。こうやって、うわ、え、どっち、え、よけなあかんみたいなさえ、どこに避けたらええのこれって、うわーって、それで事故を起こしそう。わかるわそれ。こっちの方が早いと予想した。実際そうやったらしいんだ。やべ、ミスった。飛ぶタイミングが下手やってん、わし。キュイー、加速していく。さらに、まずい。ここは通りやん。もうゴール車がいるってのか。見えて運転荒い。そんなに荒くない。見えは正直言うと愛知見てるから我が振りを直してるね。あぶね。ふう、車で一番遠くってどこまで行ったことある？大阪までやったら行ったことある。俺車でどこまでかな。あて、うん、遠いとこそんな行かねえよ。そこまで車で遠くまで行きたいか。行きたくねえな。高速運転できるけど ETC 入れてない。 ECC ETC 俺入れてないんよ車に。 ET か、いや ETC やったと思う。ツリートップタンブル。だって高速乗らねえし。あれでも義務化されるんじゃった ETC は。ドライブレコーダーも実は積んでない。いや積むけど、積んでる。積んでないって言ったら車にいたずらされる。速今よう乗らんで、あんなん怖い。ほい、なんだこの小さい竹は。上から行くぜ。うまい。トップは走るのは誰？俺。やってくれんじゃねえかよ。端っこルート行くか。おいちゃん、煽られたらやり返しそうだよなって。俺やり返すぞ絶対。舐められたくない。煽られたら絶対やり返す。一人では事故らん。道連れや。よし、車に積んどるエアガンで攻撃しよう。煽ってきたのが悪くない？降りてきたやつ引こう。それ許してほしい。だってそんな煽り運転するなんて人に迷惑かけるやつおるの、存在がまず迷惑やん。だからそいつは殺しても許してくれ。たまにそういうのやられたらやり返したら一緒だよとか言うやつおるけど、一緒なわけねえやんな。向こうからやってきたのになんで俺やり返してそんな一緒にされやなあかんの。意味わからんねえけど。殺しに来たやつがおって殺すんやったら正当防衛やんな。一緒にならんよなそれ。あの理論間違ってるよな。俺マジで思う。いや俺そんな人に迷惑かけねえよって思いながらなあ。あれ犯罪者の言い分やんな絶対。倍返しに決まってるやんな、やられたら。
なんで一方的に奪われ続けなあかんので。反撃ぐらいするよな。熱くなって煽り運転するやつなんてお前生きとってもあかんねやでさ、殺してもええって。だってみんな煽られたくないでしょ、善良な市民である僕たちが。俺らの方が地球のためやと思う。消そう全部。いや、そうするべきやと思うんやけどな。捕まえて人体実験して世の中に貢献させよう。さあ行くぞ。いや、言い過ぎじゃない。それぐらいしなんだあかん。じゃないと平和な世の中訪れやんよ。罪が軽すぎんねん。禁錮80年でいいよ、煽り運転。禁錮ってなんだ。あ、うまひー。さあトップは走ります。トッピング高い木。いや、トップじゃねえ、前にいる一人。トップのやつマジで速くね、いねえんだけど。はい、上がれ。うますぎ、高い雪。ほい、コロンコロンコロン。あ、ボンバーマンや、あいつや。おめえがとっか、あいつ抜いたる。てか地獄に落としたる。はい、あいつマジでうまそうやな。クソ、抜けねえか。ふぅ。さあ残り何名だ、何名が一体生き残ってるんだ。全然ゴールできそうにないが、みんな大丈夫か。さあここを越えるのは至難の業だぞ。風が吹いている。おっと、生き残りました。ヒュイーン。さあ彼が最後の一人です。クリアすることはできるのか。おっと、生き残った。このステージが一番難しいよ、フォールガイズ。彼下手っぽいけどクリアしてんな。さあ何名が生き残ったのか、こちらをご覧ください。なんと残り4名となりました。それぐらい難しいわけよ。タン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 。ロイヤルファンボ。尻尾鬼か。俺の得意なやつや。ここで優勝しておきたいですね。本気モード。最後にゴールしたやつが尻尾を持っているぞ。あいつや。ん、どこ行った。あれか、折り返しやがったあいつ。さあ真ん中を通るのか。チャッチャッチャンチャン。こいつ明らかうまかったりな。まずい、そこにいる、見えてんぞ。あ、くそこいつ戻るつもりや。あれ、追いつけない。
あと8秒。はいー、さよならー。ふぅー、ウィンナー、じゃん。どうも、チャンピオンです。ふぅー、気分がいい。これがフォールガイズか。最高のゲームだ。無駄にうまいねって、うん、本当に無駄にうまい。これよりバロラントうまい方がええのに。ということでね。よし、ご飯でも食べるか。ラーメンでも食いに行こう。焼肉食いに行こうかな。ちょっとお出かけもええかも。一旦ね、またちょっと次でお会いできたらと思います。ありがとう。じゃあまたねー。はーい。ふう、いや、いいゲームだ、やっぱフォールガイズは。